カールトン・フィスク、カールトン・アーネスト・フィスク、カールトン・エルネスト・フィスク、1947年12月26日対、は、アメリカ合衆国バーモント州、ベローズ・フォールズ出身の元プロ野球選手、保守。右投げ右打ち。相性は、プッチ。1月の MLB ドラフトで、MLB のボストン・レッドソックスから1巡目、全体4位に指名を受け入団。 同年9月18日の対、ボルチモアオリオールズ戦で、MLB デビュー。9月12日の対デトロイトタイガース戦で、MLB 初本塁打を記録。2レギュラーを獲得し、前半戦で打率。310.15本塁打の成績で、オールスターゲームに初選出される。打率。293.22本塁打、61打点、リーグトップの93塁打。 共に、リーグ2位の超打率。538アップス909を記録し、新人王を満票で受賞。MVP の投票でも4位に入り、ゴールドグラブ賞も獲得した。は、ニューヨークヤンキースとの開幕戦で、満塁本塁打を含む2本塁打を放ち6打点を記録するなど、前半戦で18本塁打を放つが、後半戦で打率。 196と不審に陥った。は、故障で出遅れ、復帰後は好調だったものの6月28日を、最後に左足を骨折して離脱し、52試合の出場に止まる。同年のオールスターゲーム前の開会式では、松葉杖に支えられながら、アメリカンリーグのスター選手たちとファウルライン上に並び、スタンドのファンの大喝采を受けた。も故障で出遅れ、 6月下旬に復帰、79試合の出場ながら打率、331.10本塁が52打点を記録しチームの地区優勝に貢献。ワールドシリーズ3連覇中のオークランドアスレチックスとのリーグチャピオンシップシリーズでは打率、417と活躍し、チームは3連勝で8年ぶりのリーグ優勝。シンシナティレッツとのワールドシリーズでは大手をかけられ、 本拠地ヘンウェイパークで迎えた第六戦の延長12回裏に、先頭打者として打席に立ち、レフトポールを直撃するサヨナラ本塁打を放つ。ポール際に飛んだ打球に向かって、両手を大きく、右に振って、入れ、入れとジェスチャーする姿は、全米の注目の的となり、当時世界一の名バレーダンサーだった、ルドルフヌレフバリに、ヌレフダンスと有名になった。あとに、 シリーズ史上最高のゲームと呼ばれるようになった試合の象徴的なシーンだった。チームは第7戦で敗れてワールドチャンピオンを逃す。レッツのスパーキー・アンダーソン監督はフィスクの送球がシュート気味に二塁ベースの右の方に偏るのを見抜いて積極的に走らせ、レッツはこのシリーズでフィスクから9連続で盗塁を成功させいる。は26本塁が102打点。 いずれもキャリアハイの打率315出塁率402.106得点を記録はキャリアハイの157試合に出場し20本類が88打点を記録チームはヤンキースとのワンゲームプレイオフで敗れて地区優勝を逃したオフにフリーエージェント FA となる3月18日にシカゴホワイトソックスと契約 同年は50日間に及ぶストライキで、シーズンが中断、短縮された影響で96試合の出場に、止まるが、シルバースラッガー賞を受賞。は6月中旬まで打率が、200前後と不調だったが、7月に打率、366.10本類が、31打点を記録するなど、後半戦で打率、319.17本類が、56打点と、 調子を上げ、チームの地区優勝に貢献。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率。176に終わり、チームは1勝3敗で敗退。MVP の投票では、自己最高の3位に入った。は9月6日のテキサスレンジャーズ戦で7打点を上げるなど、打率。238ながら、キャリアハイの37本類が、107打点を記録し、2度目の、 シルバースラッガー賞を受賞。2、リック・フェレルが持つ保守としての最多出場試合1806のメジャー記録を40年ぶりに更新。同年は76試合の出場ながら19本塁打を記録し、3度目のシルバースラッガー賞を受賞。の、オールスターゲームに43歳で出場して、アンダを放ったが、これはオールスターゲーム出場選手中。 最高齢安打記録である。その後保守としての出場試合を2226まで伸ばすが6月28日に解雇され現役を引退。この出場試合記録は後にイバン・ロドリゲスが更新している。9月14日にホワイトソックス在籍時の背番号72が永久欠番に指定された。ちなみに現在 MLB の選手の永久欠番でフィスクの 72は最大の数字である。2、アメリカ野球伝道に選出。これを記念して、同年9月4日にフルスレッドソックスでもフィスク在籍時の背番号27を永久欠番に指定した。6月13日、レッツ戦の試合前にセレモニーが行われ、球団はフェンウェイパークの左翼ポールをフィスクファウルポールと命名した。より、 シカゴホワイトソックスのアンバサダーに就任している。2012年10月22日、イリノイ州、ウィルグニューレノックスのトウモロコシ畑の中でウォッカを、飲み車で寝ていたところを通報され、飲酒運転の容疑で逮捕、罰金刑となった。ワールドシリーズのサヨナラ本類だから37年と1日後のことであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。